さあこんにちは、ひかりです。今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんのスーパー戦隊シリーズのコーナーに来てます。こんな感じです。ちょっとね、様子を皆さんにお届けしようと思いまして、こんな感じでちょっと自撮り風に撮ってみました。さあそして来ましたよ、ニンニンジャーのね、手裏剣とかもあったり、ニン手裏剣かとかもあったりするんですけど、こっちね、武器とか変身アイテムのコーナーからのロボットのコーナーですね。お、恐竜ジャーだ。やっぱ恐竜ジャー未だに人気みたいね。検索キーワードとか調べると恐竜ジャーがすごい出てきますね。そしてルパパと、あとね、竜装ジャーお願いしますっていうね、リクエストのコメントもいただいてました。ありがとうございます。どんどんね、コメント欄にリクエストとか書いていただいても嬉しいんでよろしくお願いします。どういうコーナー見たいよとかね、これいくらぐらいで売ってるのみたいなのね、書いていただけるとリクエストお答えしたいと思いますのでよろしくお願いします。さあここら辺がちょっとパーツ類もあったりするんだけど、おーこれドンブラザーズのあれじゃん、強化フォームじゃんのソフビだね。800サイズのソフビだね。そしておーこれあれ変形する系のおもちゃか。そしてヘッダーとかもあって、こっち来るとね、ミニカーコーナー、あの戦隊シリーズのコーナーで、右側に、ってか反対側に行くと仮面ライダーコーナーなんだけど、手前側に、これ今ね、手前側に来ると、こうね、ミニカーのコーナーもあって、100円均一とかになってるんですよね。これ100円のコーナーですね。100円コーナー。もちろん100円じゃなくて、トミカとか、ホットウィールとかも売ってたりするんですけど、この100円コーナー結構掘り出し物ありますよ。あとね、チョロ Q コーナーとかもあったりするんで、結構面白いですね。普通のプルバックカーとかね、普通のなんかノーブランドミニカーとかここら辺にあったりするし、なんかコラボのアイテムとか飲み物のおまけとかもここにあったりしますね。で、こっちがやばい、このショーケース。この量ですよ。で、こっち吊り下げられてもね、こんだけ売ってますからね。まあ、トミカがやっぱ一番多いかな。で、この辺のね、昔あの電池で走るトミカあったんですよ。僕もね、ちっちゃい頃ね、遊んでた記憶ある。結構電池切れちゃっても手転がしで遊べるっていうね、いい感じなんですよ。この辺がね、トミカヒーロー的なやつかな。アースグランダーがね、すごい僕好きでした。アニメも面白かったし、そのおもちゃを紹介するっていう、なんかタカラトミーの番組、YouTube 公式番組とかも好きでしたね。そしてこっちに来ると、ブンブンジャー。ブンブンジャーもありますよ。そしてね、上の方にウルトラマンのコーナーもあったりして。で、ゴーカイジャーとかね、プレ版のおもちゃとかも結構ありますね。お、銀河マンじゃん。なんか銀河ライオンだっけ、銀河レオンだっけ、どうして銀河ライオンか、ガオライオン、銀河レオン、どっちだっけな。で、こっちがウルトラマンコーナーですね。これこれ、今回珍しいんだけど、指人形がね、詰め合わせで売られてましたね。いつも1個100円で売られてるのに、詰め合わせで売られてるって、ちょっとトイプラネットさんにしては珍しいかなっていう売り方でした。そして、お、なるほどね、トリガーダークだっけ。で、 Z、そしてこっち戦隊シリーズのロボットのコーナーですね。ロボットめっちゃあるからね。めっちゃ出てるし、トイプラネットには歴代のが並んでるっていうことでね。あ、これ銀ガリラだよね。銀河ブルー号機の、まあ、ロボというか、まあ、聖獣ですよね。そしてこっちは、お、これ竜ソージャーだね。なんかちょっとブロックみたいな感じで遊べるんだよね。竜ソージャーのロボはね。ギミックが面白いロボです。でも見た目もかっこいいけどな。今のゴセージャーかな？出た、デジタンク。これね、アンテナ欠品してるからかな？安いんですよ。なのに売れ残ってるっていうね、奇跡。僕これ入荷した当時から知ってます。お、デジタンクだって思ったもん。これゼンカイジャーの変身アイテムですね。変身アイテムと武器はね、割と同じようなコーナーにあるんで。あ、これは変身できるとか、これは武器だけとかね、あります。まあ、武器が変身アイテムになる。変身アイテムが武器にもなる。キューレンジャーみたいにね。そういうパターンもあるんですけどね。まあ、デジタイザーとかね、銀河ブレスみたいな変身だけもあるんだけどね。これ僕が今キープしてる戦隊の、敵戦闘員のソフビですね。今回の購入品ですね。動画のラストに今回ね、購入品紹介やってますので、ちょっとね、社内で購入品紹介した動画をやってますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の、ね、結構ね、戦利品多かったんですよ。だから全部紹介してますので、はい。あ、こんなの買ったんだとかね、思ってもらえるといいと思います。で、こっち生き物系のね、おもちゃコーナーですね。まあ、アニアがやっぱ今主流かな。シュライヒよりやっぱアニアの方が出回ってますね。アニア売れてるんだね。やっぱいいもんね。トミカの動物バージョンみたいなシリーズですね。で、食器とかもあって、こういうね、アイドルグッズみたいなのもあるんですよね。
渡辺真由、真由由の生写真とかペンライトとかありますね。そう、食器とかバッグとかも売ってて、お母さんも楽しめるよみたいな。お、なんかいっぱいあるね。関ジャニとかはね、よく見かけるけどね。あと、なんか最近の流行り物だな。赤ちゃんのスクイーズみたいな、何だったんだろうね。なぜ流行った？まあ、確かにいいけど、そんな流行る？みたいな。で、ここね、ぬいぐるみコーナーですね。結構レアぬいぐるみとかあって、今回一番レアだったのは何だろう？まあ、ちいかわとかはね、いっぱいあるんだけど、でもね、ちいかわはやっぱ今ね、人気だから高いですよ。結構。お、ちょっと古そうなポムポムプリンじゃん。古いのかな？どうなんだろうね。タグにだいたい年代書いてあるんだけどね。ポムポムプリンって書いてあった。そして、すみっこ暮らしね、未だに人気高いですからね。そして、なんだっけ、おパンチウサギだっけ。上にこれこれ、しんちゃんの、なんかレトロぬいぐるみなんですよね。まあ、当時物って書いてあったけど、まあ、しんちゃんの当時ってどういうことってあるんだけど、まあ、古いしんちゃんのぬいぐるみ。古い風に作ったやつじゃなくて、本当に古いしんちゃんのぬいぐるみですね。で、ぼちゃんもね。何これ？何これ？ぬらりひょんちゃん。ぬらりひょんのボールペンだって面白い。そしてやっぱちいかわね、人気あるよね。やっぱ可愛いもんね。結構ね、なんか物によってはすごい高く取引されてるものとかもあるみたいでね。全然キャラクター名とかわかんないんだけど。ハチワレとかなんか難しいんだよ、ちいかわのキャラの名前。あ、リベンジャーズね。このね、100円コーナーですね、下の方は。やっぱここはリベンジャーズ、あと、鬼滅の刃が多いかな。あと、おそ松さんとかもね、ある時はすごいあるんだけど。あ、ツイステとかも今安いですね。あとは、カッコーの花嫁とか、あと、なんか最近、地獄楽っていうのよく見るんだよな。まあ、呪術廻戦はほんとキャラによるかな。五条とかはあんまり安く売ってないイメージですね。で、こっち、あ、TY のシリーズね。タイだっけ。これね、100円安いと思いますね。あ、一角ライオンみたいな謎の。お、すみっこ暮らしだ。あ、100円にいるんだ。珍しい。セサミストリートとかもいる。あとね、たまにね、動物園で買えるようなぬいぐるみとかもあったりして、そういうのできいいんですよね。ね、セサミストリートも、なんだっけこれ。クッキーモンスターとエルモしか名前わかんないんだよな。あとビッグバード。と、もう一人の人。もう一人の人。誰だっけ。出た、これ。これ今回のね、購入品紹介でも出てくるんですけど、なんかね、群馬でやってた、ここね、藤岡店さん、群馬県の店舗なんですけど、群馬のなんか高崎かなんかでやってたイベントのマスコットキャラのぬいぐるみみたいで初めて見たし、こういうのってあんまり出回ってないんでね、ちょっとコレクションにいいかなと思って買いました。まあ、100円だしね。ちょっと最近ね、こういう韓国のアイドルなのかな？とかのマスコットとかもよく見かけますね。まあ、やっぱ鬼滅は多いかな。アンパンマンとかもね、あんまり安くはならないけど、まあ状態とかで安くなったりはするか。とか最近ガチャガチャでもぬいぐるみが出てるから、そういうのとか結構100円コーナーにちっちゃいのがいたりしますね。これ可愛くない？全然知らないキャラだったけど可愛かったんで、ちょっと100円で買っちゃいましたね。で、お猿のジョージね。お猿のジョージもね、今ちょっと落ち着いてきたのかな。でもやっぱ人気ですよね。で、これね、懐かしの、なんか、こう、スクイーズのちょっと次ぐらいに流行ったやつかな。なんか、プチプチできる。なんで流行ったの？みたいなね。なんかそうハンドスピナーとかね。あ、これね、あれだよ、バカボンに出てくる、何これ、北進軍、へえ、警察官の人の、あのめっちゃ鉄砲撃つやつね。わあ、バババババババーンって撃つんだよね。あ、ドラミちゃんだ。このやっぱぬいぐるみコーナー楽しいですね。僕やっぱなんだかんだぬいぐるみ好きなんだなって思いました。うん、こっち缶バッチとかもあるね。最近五条悟のその9時の缶バッチとか偉い値段になってたね。で、これとかね、あのガチャガチャのおもちゃとか、あと、クレヨンしんちゃんのは、なんか牛丼屋のかな？結構できんすよね、牛丼屋のおもちゃとか。なんかハッピーセットのおもちゃとかもできすごいいいからね。これちょっとバッグ系があったりしました。こういうのもあるから面白いよね。で、ちょっとね、今回、これも購入品なんですけど、ガチャガチャのね、未開封系を見つけたんで、ちょっと買おうかなと思って。結構良かったよ。まあね、この後すぐね、購入品紹介の動画やりますので、ぜひそちらで、あ、これ買ったんだとか、いくらで買ったとかも紹介してますんで。夢だったね。買ってすぐ社内で購入品紹介するっていうね、動画をね、やれてるんで。いや、免許取ってよかった。リサイクルショップ巡りはやっぱ車ないとねって感じ。免許ないと。チャリじゃきつかったもんな。あ、坊ちゃんだ。
今のなんだろう、パペット指人形なんだ。ああこれあれじゃん、なんだっけ、なんか最近流行ってるやつですよ、なんかモフサンドだっけ。そう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 、人気なんですよね。あ、ペコちゃんとポコちゃんだっけ。あ、僕が登場しました。なんで今日ザティなんだよ。めっちゃ僕今日動画に映る日なのにザティでしたね。 T シャツにねザって書いてあるんでザティって呼んでます。よっと、このコーナーが結構今回良くて、こんな感じで掘り出し物掘り出せましたね。ほら、待ちぼうけのね、待ちぼうけダンジョンとかあったんすよ。さあ、そして、てるって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 感じで。はい、今回はおもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さんでお買い物してきました。購入品紹介、どうぞ。はい、ということでね、お店から帰ってきたんですけど、今日の購入品をちょっと紹介したいと思います。まずこちら、ババン。まあね、動画にも結構出てきてると思うんだけど、ね、なんか、ここね、群馬県なんですけど、その群馬県に同じね、群馬県にある、高崎市っていうところのなんか市役所の緑のフェアみたいなやつのマスコットキャラクターです。名前はね、書いてないんだよね。あるかな？まあまあまあ、地域のキャラクターっていうか、ゆるキャラなんだろうけど、でもなんか、その緑化フェアの推進室が作ってる、なんか、花道、花通り、全国都市緑化群馬フェアって書いてある。のぬいぐるみ、これ110円でした。次、これですね。ババーン。これはね、値段が見えないんだけど、値段が308円ですね。チョコエッガーってやつで、なんかチョコエッグ好きのための本らしいです。もともと980円かな？で、本屋さんで売られてたもので、なんかファイル今度売るよみたいなね。まあ、まずね、東北地方特徴食のムササビ、ブリスタ入り。まあ、ブリスタから出しちゃうけどね、多分これ。ムササビと、なんか本が入ってるんです。この本が読みたくて買いました。本ね。あとなんか、ここのムササビの絵みたいなのあるけどね。その本屋さんで売られてたやつみたいです。はい。これが308円で、今日一番の高い購入品でしたね。で、あとは動画内でも結構やってたんだけど、はい、これね、ニンニンジャーの敵戦闘員です。と、キューレンジャーの敵戦闘員、ギンダベーです。とね、あとガチャガチャ系なんだけど、これとか動画に出してないかな。このパンのなんかガチャのやつで可愛いなと思ってたんだけど、なんか高かったんですよ。ガチャ回すには。そいつがいました。はい。100円。全部110円ね。なんつってないの。あとね、カプセル系で、前、動画でやってた待ちぼうけダンジョンね、竜を狙ってたんだけど、今回ね、スライムがまずありましたね。スライムと、なんと、ドラゴンあったんだけど、110円で手に入っちゃったドラゴン2体目。ですね。あとは、まだあってね、これもガチャガチャショップで結構気になってたんだけど、値段もまあ悪くないんだけど、まあ回してなかったんだけど、これね、マイメロディーですかね、のエビっていうね、寿司になってるサンリオキャラクターのガチャ。これも110円でした。まあ未開封なんでいいかなっていう。あとこれはね、結構安いガチャなんだけど、300円とかで結構アニアみたいなフィギュアが手に入るっていう、遊べる生物フィギュアシリーズってやつの多分ウミガメみたいなやつが多分入ってます。未開封ガチャ。で、ラストは、これちょっと昔なんだけど、じゃんけんマン JP のガチャですね。はい。まあ、これも110円だったんで、ちょっと買いました。これ500円くらいしたんじゃないかな、これは。そんな感じかな、今日の購入品は。はい。合計金額ね、今日ね、1200円くらいで、最近のトイプラにしては結構使った方だと思います。てか、欲しいものがいっぱいあった。で、おまわりさん。犬のおまわりさんと、迷子の子猫ちゃんのおもちゃあった。あれね、600円ぐらいだったから買おうかなと思ったんだけど、なんか、開けるのがもったいなくて、結局開けずに遊びそうだったんですよね。だからちょっと買うのやめましたってことで、今日は大収穫！バイバーイ！